真夏の暑い日にこそ最高な温泉、夏湯。今年もまた夏湯の季節がやってきました。いつまでも聞かせていたいぬる湯。母の体内、涼水のようなぬる湯。やがて鬼と一体化していくような不思議な温泉。そんなぬる湯を、全国からベスト10を、ひなびた温泉研究所が選びました。ゆっくりしていってね。第10位、山梨県、下部温泉、小湯房、源泉館。足元から温泉が湧き出ている究極の温泉。右下の岩の隙間から温泉が湧いています。pH8.4 のアルカリ性単純泉、30から32度のぬる湯が、毎分約200から400ミリリットル湧いています。女性専用時間はありますが、基本的に混浴で、湯上げ着て入ります。15から20分間、深呼吸をしながら静かに、源泉に浸かり、階段の上にある、源泉を加熱した上がり湯へ3から5分ほど、浸かります。源泉と上がり湯で、低温交互浴を、することで、自律神経が整います。お風呂から上がる頃には、心はシャキッと元気に、体は芯からポカポカになります。この温泉は、源泉、浸湯注入率、加水、給排湯方式、飲湯、泉質、すべての項目で、オール5評価を受けています。第9位、福島県、ぬる湯温泉、旅館二階堂。ぬる湯の東の横綱、福島県のぬる湯温泉。対向車とすれ違いできない山道を、ひたすら登った秘境の秘湯です。ジェット噴射のようなドバドバの源泉かけ流し、浴槽には新鮮な温泉が、絶えずかけ捨てされています。加水なし、加温なし、循環装置なし、入浴剤なし、消毒剤なし、これが本物の源泉かけ流し温泉。源泉の温度は32度、手前の加温浴槽との交互浴は、無限ループです。なんとも気持ちいい絶妙な温度。いつまでも入っていられる気持ちよさです。泉質は、pH2.9 の酸性、岩鉄、アルミニウム、硫酸塩泉です。希少泉質の岩鉄泉、アルミの入った酸性泉で、硫酸塩泉です。第8位、大分県、菅野、地獄温泉、菅野地獄旅館。日本一の霊泉がある菅野、地獄温泉、まさに真夏にぴったりの霊光泉です。サウナエリアは混浴なので、水着に着替えます。夏は寒の地獄から、冬は暖の地獄で体を、温めてから、霊泉に入ります。泉温は13度から14度、泉質は単純に王霊光泉、痛いほど冷たすぎる寒の、地獄です。水風呂ではない冷たい温泉なので、柔らかい感じです。こちらは暖の地獄、サウナの中は102度、100度を超えています。薪ストーブなので、まろやかです。セルフでロウ湯ができます。こちらは温泉所ですが、頭から冷泉を、かぶります。汗をきれいに流します。めちゃくちゃ気持ちいい。ほてった体を一気に冷やします。体の芯までキュッとなります。入った瞬間硫黄の、香りがします。最後は、外気浴で整います。もう天国です。第7位、長野県、奥立品温泉、渋御殿湯。こちらは加温浴槽41度。一番奥が冷泉の26度。真ん中が足元流出の31度の浴槽になります。一番奥の冷たい冷泉は、下界の猛暑から逃れてきた人には、最高の冷たさ。しかも、冷たい pH2.7 の硫黄泉なので、卵の匂いがします。真ん中のぬる湯は、すのこの下からぐくぐく自噴する、極上の足元流出泉。温泉が空気に触れる前に、湧き出るため、酸化による劣化が起きない極上湯。温度の違う新鮮な硫黄泉を、交互に入浴するトリプル交互浴。なお、日帰り温泉では、この温泉は利用できず、宿泊しないと堪能できません。第6位、
新潟県、駒の湯温泉、駒の湯山荘。魚沼市から車で30分、越後駒ヶ岳のふもとにある駒の湯山荘。テレビや携帯の電波が届かない、秘境の秘湯です。毎分2000リットルの温泉が、噴き出ています。1分間にドラム缶10杯分の、ドドドドの源泉かけ流し、洗い場が水没するほどです。源泉の温度は 32.5 と、pH8.6 のアルカリ性単純温泉。大手化粧品メーカーから、化粧水のお墨付きをもらっている、美人の湯です。左が顔浴槽、右が源泉槽です。交互浴をすることにより、自律神経が整うと言われています。ドドドドの源泉かけ流し、浴槽のお湯はあっという間に、新鮮な温泉に入れ替わります。野外で問題のアブも、夜8時以降は出なくなります。第5位、島根県、千原温泉、千原ユンダニ湯治場。ひなびた温泉全国ナンバーワンの千原温泉。広島の被爆者の湯治場だったことで有名です。温泉の温度は34度くらいのぬる湯。泉質はナトリウム塩化物、硫酸塩泉。溶存物質が基準値の10倍の大変濃い温泉です。この濃い温泉成分が体に浸透するタイプの温泉。特に塩分が体に浸透するので、入浴後ポカポカします。ぷくぷくと温泉が足元から湧き出る極上の足元流出泉。温泉が空気に触れないので、劣化せず、新鮮なまま体感できる最高クラスの温泉です。温泉マニア御用達の温泉。温泉水はそのまま川に流すので石鹸、シャンプーは使えません。ただ浸かるだけの湯治の温泉です。聞こえるのはボコ、ボコ、という泡の弾ける音のみ。第4位、大分県、長湯温泉、ラムネ温泉。こちらの温泉は名前の通り、ラムネの温泉。全国によくある炭酸水素塩泉の、炭酸泉ではない、二酸化炭素が 1000mg 以上の、高濃度炭酸泉。こちらは32度の高濃度炭酸泉。全国の温泉地ではずか、0.4% しかない貴重な天然の、高濃度な炭酸泉。あわあわが心地よくまとわりつき、ぬるくてちょうど良い温度で、出られません。こちらは42度の熱湯、温冷交互浴を楽しみます。かけ流しの新鮮な温泉と、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、ミネラル成分たっぷりの温泉。こちらは飲泉中、飲むことで、胃腸の働きを活発にし、胃腸病や便秘に効果があります。温泉を飲むのは野菜を食べるのと同じだと言われています。第3位、大分県、七里田温泉、シタン湯共同浴場。泡付き量の実感なら、日本一と言われる最強炭酸泉。入るとすぐ体全体を、気泡が包み込みます。源泉の温度は36度の、含二酸化炭素、マグネシウム、ナトリウム、カルシウム、炭酸水素塩、硫酸塩泉。3つの泉質と3つのミネラル成分の、贅沢な温泉です。暑い日に気持ちよい、シュワシュワの炭酸泉。まるでサイダーのお風呂に入っているよう。気持ちいい、最高。弾ける炭酸、俯瞰温度36度、いつまでも入っていられます。第2位、新潟県、栃尾又温泉、自在館。新潟県魚沼市にある栃尾又温泉。真夏の温泉の定番、ぬる湯を堪能できる、予約困難な人気の温泉宿です。人間の体温と同じ36度のぬる湯。俯瞰温度と言われ、いつまでも入っていられます。泉質は単純弱放射能泉、万病に効くと言われています。いつの間にかお風呂の中で、寝てしまう気持ちよさです。顔をかけ流し、40度前後の浴槽もあり、温冷交互浴ができます。他のぬる湯の浴槽は、100% 完全かけ流しの、新鮮な温泉です。お湯自体は無色透明無味無臭、MTMM な温泉です。pH は 8.4 の弱アルカリ性。ツルツルすべすべの肌触り、柔らかい印象です。
第1位、熊本県、ぬる湯温泉、共同浴場。真夏の温泉全国ナンバーワンは、大分県との県境にあるぬる湯温泉共同浴場。無人なので料金箱に、200円を入れます。源泉が湯船の外に、川のように流れています。浴槽の温度は32度くらいの、冷泉。単純に温泉で、卵の香りのする温泉です。湯船中央の石の下にすのこがあり、そこから源泉が湧出しています。奥には川の浴槽があり、温冷交互浴ができます。